んにちは。こんにちは。今日ご紹介するのはですね、はい、RX8 です。マツダ RX8、はいはい、平成15年、はい、グレードがベースグレードです。はい、色がシルバー、はいはい、検査が26年11月、はいはい、走行距離は3万9000キロですね。距離が少ないですね。少ないですね、はい。で、ついてる装備がですね、はい、マツダスピード、はい、フロントバンパー、かっこいいですね、はい、A スペックです、はいはい、サイドスカートも、はい、そしてバックフォグですね、かっこいいですね、はい、ね、F1 のあの、はい、みたいな感じの赤いのがついてますね。かっこいいです、はい、はい、あとアルミは SSR です。18インチ、はい、でも軽量で耐久性、ね、耐衝撃性の強いタイプみたいです、はい、ついてる装備は本当にいいですね。まあ HID ヘッドライトもついてますし、まあ、もちろんオートエアコンだったりとかハンドルでオーディオコントロールできたりと、ね、はい、ここら辺も備わってます、はい、でどうですか。まあいいですねいいですよ、はい、あのさっきエンジンかける部分も映ってたと思うんですけど、はい、やっぱり距離が少ないですし、おそらくメンテナンスもしっかりされてた車だと思うんですけど、はい、指導性もいいですしね、圧縮があるんじゃないかなという感じで、はいはい、やっぱりロータリーの肝は圧縮ですからね、うん、よりコンディションがいいんじゃないかなと思います、はい、あとまあミッションも入りもいいですし、つながりもいいです。足回りも全然しっかりしてます、うん、ですね。長いこと乗ってもらって楽しんでもらえるんですね、うん、そうですね。で、まあ、ベースグレードとはいえですね、はい、先ほど説明ありました、はい、マツダスピードのエアロがついてたりですね、はい、18インチの SSR アルミがついてたりですね、はい、見た目もパリッとですね、かっこいいんですよ。そうですね、確かに。RX8 自体デザイン独特なところがありますもんね。そうですね。まああとは後部座席に乗り降りするときの観音扉のようなですね、はい、開け閉めとか独特ですし、まあ、今現在ロータリーエンジンがまあ生産されてないんで、はい、まあ、それ搭載した車がですね、うん、だからまあ最後のロータリーといえば今現在 RX8 しかないですからね、はい、RX8 がですね100万円以下で買えるんですから、これはもうお買い得じゃないかなと。確かに。しかもこの距離で、はい、コンディションもよくってっていうのはなかなかうちの社長が探してもない一台じゃないかなと思う。はい、うん、これお買い得ですね、かなりね、うん、お買い得ですね、距離も装備も。まあそれは僕がさっき言いましたからねこれ試乗はできるんですか。はい、ぜひですね、ロータリー乗ったことないよっていう人でも乗りやすい車ですからね。そう、もうエイト自体そういう風な、そうですね、なってますね、もう、はい、でスポーティーに走ろうと思えば走れますし、期待に応えてくれる、うん、あとはまあこれからいろいろ自分好みの足回りにつけたりとかですね、はい、マフラーつけたりっていうカスタマイズもまた面白い車じゃないかなと思うんで、ぜひ一度試乗しに来ていただいたりですね、はい、ご検討いただいて、お問い合わせなどいただければと思います、はい。
じゃあいいですか。はい、はい、じゃあありがとうございます。